はい、こんにちは、勝俣博物館です。今日ご紹介する展示物はこちら。はい、ファンタスティックビーストペーパートランクケースということで、ハサミハサミ。ファンタスティックビーストのプライズ商品ですね。はい、全1種類。ニュート・スキャマンダーが持っているトランクケースと多分なっておるはずです。で、まあ、映画見てない人はね、わかんないかもしれないですけども、この中にはね、たくさんの、魔物って言ったら、なんでしたっけ？ね、ビーストたちがたくさんいるわけですね。さあ、お！すごい！なんだ？もう、最初からできてるんだ。すご！すご！これすご！マジか！なんか自分で組み立てる式だと思ったペーパートランクケースっていうから。うわ、すごい！めっちゃ重たい音したね。すごい！近く行きます。うわ、すごい！結構リアルですね、マジで。おー、すごい。すげえ、すげえ。これはいいじゃん。ニュートスキャマンダーの杖はどこ行ったかな？あった。これですね。はい、この方です。すげえ。どうやって開けんの、これ。お、来た。おー、中もすごい。中も綺麗ですね。めっちゃいい。てか、こんなにいいものだと思わなかった。結構厚いです。しかもなんか、紙質がね。ちゃんと、すごい。これはいいですね。はは、ファンタスティックビースト。すげえ。びっくりした、マジで。これはちょっと手に取らないとわからない良さですね。すごいです。はい、ということで、ちょっと、ね、すいません、今日は調子悪いので、こんな感じで申し訳ないです。なんか組み立てる式だと思ったんですけどね、全然違いました。ということで、今日はペーパートランクケースをご紹介いたしました。はい、それでは、また明日。